永遠の炎に誓って、これほどの数は見たことがない。気持ちが悪いな。なんだこれは。黒魔術の儀式に使う装飾品だ。魔女が呪いをかけるとき、最初に相手の髪を人形に編み込む。こうして魂をつかみ取るんだ。アンナの人形もここに？それを見つければ解放できるのか。方法はそれしか知らないが、危険が伴うぞ。人形に編み込まれたものが見えるか？それぞれが人形が表す相手を象徴している。アンナの人形を見つけて、ここから持ち出さなくてはならない。危険が伴うと言っていたが、つまり一回で正しい人形を当てないといけないのか？おそらく。だが俺はアンナのことをよく知らない。お前なら俺よりは当てがあるんじゃないか？わかった。人形を見てみるとしよう。赤いビーズがついている。アンナも首の周りにこんなものをつけていたな。ノビグラドからベンガーバーグあたりの女の半分はつけている。これじゃないだろう。これに違いない。この人形を持っていく。アンナの声だ。何をした？こっち、もう行こう。他の方法を選ぶべきだった。こんな結末は避けねばならなかった。ここにはもう用はない。オクセンフルトに戻るぞ。泣くのはよせ。永遠の炎がお前の苦痛を和らげてくれるだろう。心を開いて、その温かい抱擁を受けるといい。報酬を受け取りにクローパーチに来い。